雪止まないね。一緒に雪だるまを作りたいのに。そうね、明日には止むかもね。寝る前に何をしましょうか。アナとエルサのお話はどう？今夜のお城では何が起きるんだろう。美味しい料理が並ぶパーティー？遠い国からのお客さんも招待しようか。アナが新しいドレスを手に入れるかも。そしてオラフとスノーギースは困ったことに巻き込まれちゃうの。アナとエルサが大冒険をするの。今回のお話も絶対に楽しいわよ。昔々アレンデールのお城で、ある日のアレンデールでは息を呑むような大広間で壮大な宴が始まろうとしていました。みんなで特別な宴の準備をしていたのに、誰かがケーキを作り忘れてしまったの。必要なものは全部キッチンにあるから、見つけてきてくれる？うん、いいわね。次はかまどでケーキを焼きましょう。出来上がり。かまどからケーキを取り出して絞り袋でデコレーションしましょう。完璧よ。パーティーの準備はいいわね。でももっとケーキを高く積み上げたり、他にも何か作れないかキッチンを探してみてもいいわね。生地を伸ばしてパイを作りましょう。クリストフのシチューレシピは簡単。スプーンを器の上に動かすだけよ。クリストフのシチューにはいろんな食材が入れられるの。とっても面白い味が作れるわ。かまどにお肉を入れて焼きましょう。お肉を使ってサンドイッチやシチューを作ったり、ローストしてパーティーに出しましょう。絶対に美味しいわ。サービスカートはキッチンとパーティー会場を行き来するのにとっても便利。ごちそうを丸ごと乗せて運べるのよ。アイススイーツマシンを使って冷たいスイーツでカップをいっぱいにしましょう。焼きたてのパンね。ナイフでスライスしてサンドイッチを作りましょう。スライスして巨大なサンドイッチを作りましょう。エルサはどんなサンドイッチが好きかしら。絞り袋に入れる素材を変えることでいろんな風味のフロスティングが作れるって知ってた？キッチンにあるものは何でも刻めるわ。美味しいサンドイッチを作りましょう。サンドイッチの時間よ。他にいい感じの食材は？
パーティー会場にお客様はいるかしら。何か食べてもらいましょう。美味しそうね。デコレーションして大広間でお客様に出しましょう。クリエイティブに行こう。ああ、音楽ね。ハープは弾ける？ティーポットでお茶を注げるの。